北島三郎さんに25周年の感想をお聞きしましたが、初心に戻り1年目のつもりで頑張るとおっしゃっていました。3月の新宿コマでの記念リサイタルでは山本譲二さんと一緒だそうです。サブちゃん、これからも私たちに素晴らしい歌を聴かせてください。